グッモーニング、ナナコ。なによ、こんな朝早く。何って、もうお昼近いぞ。あ、それよりこれ。何？じゃん！ズバリ、光彦ちゃん人形。今度売り出すんだよ。これがあれば、俺に会えなくて寂しい時でも大丈夫だろ。そう思ってさ。あ、そう、ありがとう。なんだ、冷たいじゃんかよ。ナナコが欲しがると思って一番に持ってきたのに。あんたのそういうところ好きよ。俺も好きだぜ、ハニー。でも残念でした。私今付き合ってる人がいるんだから。ゴー！俺というものがありながら誰とだよ。決まってるじゃない、エッチよ。え、あいつホモだろ。いいの別に、あんたと違ってすっごくいい男なんだから。ナナコ、ホモだよ、ホモ。うるさいわね、要はそれだけ。あ、そうそう、あさってドラマの撮影があるんだけど見に来てくれるよな。え、なんで私が行かなくちゃなんないのよ。たまにはいいだろ。ナナコが来てくれたら俺頑張るからさ。来てくれるよな。はいはい。あー、おいちい、幸せ。光彦くんいいの？今日約束あったんじゃないの？だってめんどくさいんだもん。かわいそう、光彦くん。あんたそのうち愛想つかされるわよ。平気よ。それにしてもよく食べるわね。太るわよ。いいの別に。じゃあ、みつるちゃんには断っとくわね。え、何のこと？来月にね、みつるちゃんまたコレクションやるんだって。嘘。それであんたにまた出てほしいって言ってたんだけど、そんなに食べてたんじゃね。ちょっとそんな大事な話早く言ってよ。どうする、出るでしょ。みつるちゃんも楽しみにしてるらしいわよ。もちろんよ。じゃあみつるちゃんには伝えとくわ。とこのケーキはじゃあ私がもらっとくね。ナナコ、君の代わりなんていくらでもいるんだよ。もしもし、ナナコ、元気？エッチ？あのさ、今度の木曜空いてる？木曜？うん、いい店見つけたんだけど、一緒に行こうよ。どう？大丈夫？会えそう？ごめん、エッチ、予定入ってるんだ。また今度でいい？うん。うん。じゃ。ああ、タイミング悪すぎ。
あ、流れ星。すごい。また来ないかな。結構難しいのね。もしもし。もしもし、ナナコ？あ、ミツルちゃん。どうしたの？うん、コレクションのことなんだけど。日にち決まった？それがね、ちょっと手違いがあって。コレクション延期になっちゃったのよ。うそー。ごめんね、ナナコ。いつ頃になりそう？全然決まんないのよ。そっか。ねえ、また誘ってくれる？絶対よ。じゃあまた連絡するね。はい、じゃあね、みつるちゃん。久しぶりね。連絡ないからもう会えないかと思ってた。ちょっと忙しくて。僕も早くナナコに会いたかったんだけど、ごめんね。うん。どうしたの？ねえ、一つ聞いていい？何？私のこと本当に好き？うん、好きだよ。どうして？不安になる？ううん、大丈夫。しんくん、せっかくだしコーヒーでも飲んでって。いや、今日はやめとく。どうして？いいじゃない。明日早いし、君だって仕事だろ。でも。おやすみ。おかえり。こんな時間までどこで何してきたかも聞かないんだね。僕今女の子と会ってたんだ。ねえ、心配じゃないの？女の子と会ってたんだよ。それとも何？エツシには奈々子ちゃんがいるから何とも思わない？あの子より僕の方がずっとエツシのこと分かってる。やめろよ！僕に触るな。今のシーンは最低だよ。もうやめよう。僕はここを出る。これ以上一緒にいたらお前のことどんどん嫌いになる。お茶にする？それともお酒がいい？お酒ならシェリーがあるけど。何も聞かないんだね。聞かなくたってなんとなくわかるもん。
悲しい顔してるよ。かわいそう、いつし。し、ななこ。ごめん、僕。えつし？うわぁ、それでえつし君帰っちゃったの？最高じゃない。笑い事じゃないわよ。で、なんでなんで？さあ、誰かさんのことが気になるんじゃない？もうえつしのこと真剣になりかけてたのに、それに比べて光彦なんて相変わらずしつこいんだから。そういえば光彦君、写真撮られてたね。ドラマで共演するアイドルのお部屋から出てきたとこ。え？あいつ、あんなに私のこと愛してるって言ってたくせに。やだ、今私すごく寂しい。もしかして、もしかして、ああ、私ってバカみたい。はい、オッケー、お疲れ様。まあ、あれですね。ななこちゃん、またよろしくね。そうですか。ななちゃん、モデル復活したんだね。復活したわけじゃないわ。しばらく仕事してなかったからお金がないのよ。お金のためじゃなかったら誰がこんな通販のカタログの仕事なんか。ななちゃん、だって生活のためだけに嫌な仕事するのって身売りしてる気分なんだもん。でもみんな生活のために働いてるんだよ。ななちゃんは今までそういういい仕事しかしてないだろうけどさ。私のはいい仕事っていうよりやりたい仕事よ。やりたくないことはやらないの。簡単なことだわ。何をしんみりしてるんだい、マイベイビー。光彦、どうしてあんたが。俺も今日ここでスチール撮りだったんだ。俺に会えて嬉しい？バカ。見たわよ、写真。ああ、あれ、あれね、やらせ。今度のドラマのための話題作りさ。え、なんだ、そうだったんだ。あ、もしかして心配した？嫉妬した？全然。ちぇー、なんて嘘。ちょっと悲しかった。そうだ、熱愛会見やろうぜ。俺たちの真実の愛を世の中の人々に知ってもらおう。それでさ、あの、これ、エツシの荷物。エツシのこと、よろしくお願いします。待って、シン君勘違いしてる。エツシここにはいない。そんなの嘘。ここにいなくて、どこにいるっていうか。嘘じゃないよ。じゃあ、エツシは。どうしよう。朝だよ、ベイビー。
カフェオレが冷めちゃうぞ。ところでベイビー、これを見てくれよ。うわ、セミヌード。ダメ、セミヌード、ダメ。ダメじゃないけど、別にいいんだけどさ、少し太ったんじゃないの。歌も演技もないんだから、せめて体くらいなんとかしないとね。あれ、朝食食べないの。いい、ジム行ってくるよ。七子、結局光彦君と一緒に住んでるんだ。っていうか居候よ。バカだとかひどいこと言ってたくせに。今だってそう思ってるわよ。でもね、バカで単純なところがたまらなく可愛いの。悦司君はもういいの。あんたいい加減にどっか事務所入んないとトラブル増えるわよ。でもモデル続けてくつもりでしょ。モデルって仕事は好きなんだけど、でもどう続けてっていいか分かんないのよね。だからってさ、通販カタログのモデルなんかやんなくてもいいんじゃない。け、みつるちゃん見たの。とにかく事務所に入ること。何をするか考えるのはそれからよ。そうよ、夢の夢かもしれないけどね。見てくれこの体、この前より3キロも減ったんだぜ。全然わかんない。ねえ、もっとよく見て。私は今いろいろ悩んでるんだから、ほっといて。悩み？お前にはそんなもん似合わないよ。ベイビー、お前のことは俺が一生守ってやる。愛してるよ。結婚しよう。光彦、あんたはいいよね。いつもなんだか楽しそうで。え？そろそろ私出かけるね。エッチ、ナナコ。あの時はごめん。なんだか僕。もういいよ。でも連絡ぐらいしなさいよね。やっぱりシン君とやり直してるんだ。まあね、元通りってわけにはいかないけど。ナナコはどう？仕事頑張ってるの？うん、あんまり
夢と現実のギャップが大きすぎちゃってね。なんか七子らしくないな。今さらこんなこと言うのも変だけど、僕七子のことは一目惚れに近かったんだよ。無理だなんて思っちゃダメだよ。自分の可能性を否定しちゃ何も始まらない。夢があるならそれを叶えるための方法を考えればいいんだよ。ありがとうエツシ、あなたのそういうとこ大好きよ。パリに行く？ナナコ、一体急にどうしたの？パリコレに出たいのよ。パリコレってあんた？行ってとにかくオーディションを受けまくるわ。全滅したら次回再チャレンジするつもり。なんかすごいね。あらそう？いろいろ考えたけど、行くって決めたらなんだかとても気持ちがいいの。やっぱりやりたいことはやんなきゃダメなのよ。仕事も男もね。なんだか寂しくなるわね。みつるちゃん。七子。気が早いわね。まだリハーサルよ。いいんだよ、本番用も持ってきてるから。本当に行くのか、この俺を東京に残して。七子のいない生活なんて俺考えられないよ。じゃあ結婚する？え？その気があるならダイヤモンドの指輪パリに届けてちょうだい。マジ？大真面目よ。薬指のサイズはセブンハーフだからね。No.